そうそうそう、足が出るから、皆さんこんにちは、大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回ですね、中学1年生の子にバッティングを教えていきたいと思います。それではやっていきましょう。じゃあまず素振りからやっていきます。でまず素振りはボール前から来るから、この時点でも下を向いてるからさ、前からちゃんとボールが来るっていうイメージを持ってちょっと進んでる。それだけでも、ね、体さっき下向いてたからだいぶこう凍ってる。それが前から来るってなったらちょっと体を大きいような、実際に試合で使う動きだ。そうやな、その意識。はい、前から来て当たる瞬間にそのポイントね、足上げて、この時ボールがこっち来る時に対して足上げて、体ごと全部がボンっていってしまってるから、結局こうなってる。足が先に出ていってドンとコリの意識ね、全部がいってしまうと結局突っ込んでしまうから、もう低めのボールでもだったら手出さなきゃいけないから、割れるっていうやつな。足をポンと上げた時にドッていくんじゃなくて、足上げた時に出ていってでからポン、その意識でポイント。そうそうそう、足が出てから、足が出てから、今の形で足を上げてポンと打ち切りましたと。じゃあこのスイングをするときに、このままの状態でこういうふうにちょっと前に突っ込み入れる、これを戻すっていう、まあ、バットを出す代わりに自分の体を戻すようにして、はい、ちょっと打ってみよう。ボールに入っていきながら、バット今から振りますときに、このバットの出し方、やっぱ振ろうとするとどうしてもこうやって緩んでるような、こうふーんって緩むから、ここの直線でグッと入っていく意識で引っ張る、手で引っ張る、弱いガッて引っ張る、そう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 、この意識を落とし、このお腹力入るよな、ということはお腹に力入るな、ガッて、その意識で上げて足から出ていって、このバットを振るときに緩むんじゃなくてグッて引っ張り出してきて、最後自分の体を意識立てていく、そこにスピードをかける、引っ張り出すとこに、そう引っ張り出す瞬間にスピードをかける、抱き上げる意識、振るわけじゃない、引っ張り出せばと。そうそうそう、今の音よかった。体ごといかない、足が出てから突きに行くっていうのと、バットの引っ張り出す意識、そして、インパクトの際には自分の体を戻すことによって右の腕がしっかり伸びてくる、インパクトが強くなる。では実際にですね、バッティングをしてもらいたいと思います。じゃあ実際打ってみてどうだった？打ちやすくなりました。打ちやすくなった？はい、何が？タイミングの取り方とかがちょっと…
めっちゃ緊張してますまあ、タイミングの取り方な、ちょっと緊張もあってやっぱり体がねちょっとクッと硬かったんですけども、硬くなるとどうしてもやってねバットが出しづらい状況になりますし、でタイミングを取りやすかったって言ったんですけども、それをね体ごとこうボーンと突っ込んでいくわけじゃなくて、足を出した後に突きに行くと体のね体重移動っていうのがねこうボーンと突っ込んだようにならずに、しっかり軸ができてからの本当体重になるので目線のブレも少なくなっていくので、ね、皆さんもねぜひ参考にしてみてください。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あと質問等あればコメント欄の方にどんどん書き込んでください。兵庫王国ボーイズの新入団選手も募集しております。動画の概要欄にホームページの URL が貼ってありますので、そちらもご覧ください。次回もお楽しみに。それでは失礼します。